まあ、日本の結局こう、まあ、特に東京のこう住宅事情からすると、まあ、面積がまあ極端に大きいことってやっぱなかなかなくて、まあ、やっぱある程度のこう限られた面積の中でいくと、どうしてもこう LDK がこうなんとなくこうつながってるっていうことになると思うんですけども、その、なんていうんですかね、まあ、そのつながり方がそれぞれライフスタイルに合わせてちょっと違ってきたり、あと好みによって違ってきて、まあ、キッチンが別で作ってほしいって方も結構いたりするんですけども、まあ、大体の場合はなんとなくやっぱりこうリビングとはちょっと離れたところにダイニングがあって、ダイニングとキッチンはなんとなくオープンにこうつながってるっていうパターンの方が、まあ、多い、まあ、多いというか、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、まあ、そういうパターンもあったり。逆にそのキッチンがメインにあって、そこの周りに LD がくっついてくるパターンもありますし、まあそのいろんなこうバリエーションがあると思うんですけども、結局その辺ってやっぱ好みと、あとはまあプランがこうどういう形になるかによって、あと地形っていうんですかね、敷地の形によっていろんなパターンが多分あって、まあその辺をこう提案しながらこうお話ししていきながら、好みを聞きながらやっていくんですけども。やっぱりどうしてもレンジフードってこうボリュームのあるものなので、まあ、視界に入ってくると。で、その作り方によってはそれがまあ時としてちょっとここにこう下がってきてほしくないなっていう時があると、やっぱりコンロの位置っていうのをどこにするかっていうのは大前提としてまあ考えていく。あるいは実はその結構本当に綺麗なレンジフードでこう下がってるっていうこのスタイルっていうのが結構見えてて美しい場面っていうのは、やっぱりそれをこう際立たせるような配置の仕方っていうのを考えた方がいいかなと。もちろん当然器具も性能もちゃんと重視しつつ、見た雰囲気とかも高級感があるものだったり、その雰囲気に合ったものっていうのをこう下ろしていきたいというふうに考えているので、やっぱりそれは本当にまず建築があって、こう例えば先ほどからお話ししてその LDK を一体の空間に計画プランニングするって言った時に、まず最初にそのコンロをどこにするかっていうのはすごく重要なことで、そこからスタート。こう綺麗に角がその器具自体のですね、まあ、レンジフードのその器具のそのフードのコーナーとかがかなりシャープに出てるものだと、その家具を収めるときにとってもこうきれいに収めやすいっていう利点があって、でそれが結構何でしょうね、フードのこう上下に少し R がついてるのか、角に R がついてるのか、どこがシャープなのかによって、やっぱりすごく微妙に収まり方がきれいに収まるか収まらないかっていうのが決まってくるので、まあ結果としてそのアンジェリーナっていうタイプですかね、あれが結構割とこうフードが全部どこもかしくも本当にピン角が出てるっていう意味では、家具との相性がすごくいいなと思っているので、まあ、よく使っているものです。で、まあ、加えてその、まあ、その衣装だけを求められるわけでは決してなくって、やっぱり性能綺麗なだけで満足するっていうクライアントの方ではないので、当然性能的なところももちろん言われて、その性能的なところっていうのは、まあ、もちろんどのレンジフードもクリアされてると思うんですけども、その先のそのやっぱりメンテナンスっていうんですかね、メンテナンスのしやすさも当然こう料理したりする人だとこう掃除しなきゃっていうことがあると思うんですけども、そのところでメンテナンスが少しでもちょっとしたこうネジを外すとか、その一つ取っても面倒くさいっていうことがあると、なかなかメンテナンスしなくなるので、それが割とこうすんなりワンタッチまでいかなくてもできるっていう状態だと、本当におすすめしやすいかなというふうには思ってるので。まあ、キッチンが結局、ここの真ん中にドンと鎮座しているような感じなんですけど、そのキッチンの向こう側の方が、ダイニングスペースになってまして、で、そちら側が、リビングスペースになっていると。
窓に面してあのリビングとダイニングがあるんですけど、まあ、結果的にこっちの奥の方っていうのは暗がりになってしまう、まあ、そこをこうそこ階段があるんですけどルーフテラスにつながっていて上からこう光がこう差し込むようにしてますので、まあ、この奥まったところもこう明るい状態をそこのトップライトの方で、補っているんですけども、まあ、この大きなこうキッチンに対して、キッチンをどうレイアウトするかっていうことをあれこれと考えたんですけどもコンロと水回りが全部ここに1セットあって、レンジフードが落ちてるっていうパターンもあるんですが、まあ、いろいろと考えた結果、こちらの奥にコンロを設けて、まあ、レンジフードは表には出てこないような、まあ、デザインで行こうということになってます。で、階段がこうありますので、まあ、実際のところこのスペースが結構やっぱ限られてきてしまう中で、まあ、こうそこに収められるこうものって結構限られてくるんですけどもアリアフィーナのこうアンジェリーナでありますとこうコンパクトにこう収められるっていうことがあって、まあ、こちらのところにササラがあってそのササラの下に収まるアンジェリーナの場合でこの角がこうピン角でできてますので、まあ、この辺がこう綺麗にまた収まるっていうところがいい点ですね。キッチンを突き当たりに作るんではなくてそのアイランド状になんか作るっていうのはもともと決まっていたもので、なので あえてこうキッチンをこうの存在を出すっていうような、まあ、プランニングにはしてた計画なんですね。でその時に当然まあ、キッチンをアイランドでこう象徴するっていうことでレンジフードがこう降りてくるっていうのはもちろん大前提で計画をしていて、でそれがやっぱりすごく存在感が出てくると思うので、もうあえてこれは壁に入れていた今までの考え方とは違って、そのボリューム感っていうんですかね、その、レンジフードのこのフードのこの厚みですとかそういうものはむしろ出てる方が存在を出すっていう意味でいいかなということで選んでいます。であとやっぱりこう割とこう降りてくる低い位置に降りてくるところでそこをこうぐるっと人がこう取り囲んでいろいろこう例えば家族だったりゲストが来てこうキッチンの周りをこうみんなでこう何でしょうね料理をしたりとかっていう風な場面が出てくると思うので、そのレンジフードのそのやっぱりこう目の高さに落ちてくるっていう意味でもそのコーナーがこうきれいに丸く見えてるっていうのは視覚的にもそのあと、まあ、安全面っていう意味でも当然いいとその丸みを帯びてるっていうデザインがいいかなというところで あえてボリューム感のあるものを選んでいます。お住まいになる方のお好みの家具とか置くものとかによって本当に変わってくると思うんですね。まあ、むしろこうラフな作りみたいな、ラフっていう言い方悪いかもしれないですけれども、もうちょっとこう好きなものをこうごちゃごちゃ置いて、なんとなくまあ、なんていうんですね、その例えば山荘とかで都心で住んでるインテリアとは違う雰囲気で暖炉があってみたいなこう雰囲気が違う家具を置いたりっていった時に、その家具の種類によってはやっぱりそのシャープさが合わない場合っていうのも当然出てくるわけで、それがそういうこの丸みを帯びたようなこうフードっていうのが落とし込むと一気にそのなんていうんですかね、その今日なんていうんでしょうかね、そのやっぱり同じ空間にあった時に一致するこう雰囲気っていうのが作っていかなきゃいけないっていうところがあると思うので、まあ、そういう意味で今その丸みを帯びたものが今出てきているんですっていう話を受けて、まあ、さらにこうなんていうんですかね、選べる選択肢っていうのが増えてきてるんだなっていうことで、とってもなんか
選びやすい、その家具の中に収めるっていう時にも選びやすいですし、こう落としてくるっていう時にも選択肢の幅が広いですし、今みたいなその全然違うインテリアの時にそのあえてそういうものを使って暖炉のある空間みたいな雰囲気で作っていくっていうのもありますし、まあ、アリアフィーナさんの商品はもう基本的にこう洗練されているという意味で言うと、もう本当に角がきちんと出てたり、形の意味では、まあ、家具との馴染みがすごくいいですし、まあ、そういう意味ではもうある意味完成されている感じもちょっとするんですけども、まあ、色味に関して言うと、まあ、シルバー、まあ、その他いろんな特注でいろんな色も作られると思うんですけども、まあ、逆にこうシルバーの場合はバイブレーションだったり、鏡面だったりヘアラインだったりとかいろんなバリエーションがあるんですけども、まあ、最近実はこうシルバーだけじゃなくてこうゴールド系の色とかをこう好まれる方が結構いらっしゃるので、まあそのまあ、ゴールドに対してもそのゴールドっていうのは選べるんですけども、それは確か鏡面だけだったんですよね。なので、まあ、そこもこうゴールドといっても、まあ、真鍮であったりカッパー色であったりとか、まあ、いろんな微妙な色の違いがありますし、あとまあそこでこう艶があったりマットだったり、まあ、そういうのでこういろんなこう相性というのがあると思うので、まあ、そちらにあるドアノブなんかはやっぱ金色のちょっと光った感じだったりとかするんですけども、まあ、そういう時にむしろその色を合わせていけるっていうんですかね、っていうようなこうゴールド系のこうバリエーションが増えてくると、まあ、よりこう全体のこうインテリアに馴染んでくるようなものができるのかなと思ったりします。